はい、さっきと言います。よろしくお願いします。今日はですね、テレ朝玉川さんの謝罪についてという話ができればなと思っております。国葬の菅さんの弔辞に関してですね、電通が入ってるっていう発言をして、10日間の禁止をしていたテレ朝のモーニングショーの玉川さんが、番組に復帰しまして、で改めて謝罪をしました。で、謝罪のコメントの一部をですね、抜粋しますと、禁止の10日間私は事実確認の大切さ、テレビで発言することの責任の重さを考え続けました。そして事実確認こそが報道の根幹である、その原点に立ち返るべきだと考えましたという感じで、全体としては事実誤認の発言についての謝罪と、あとは今後についてコメンテーターではなくて現場の、取材リポートとしてやっていくっていう話ですね。一旦現場に足を運んでリポーターみたいなことをするみたいな感じみたいです。で、実際その謝罪の時の放送では、今までいたスタジオのコメンテーター席ではなくて、別のスタッフ側のフロアみたいなところで謝罪をしてました。で、この別フロアからの謝罪に関して、なんか締め出されたみたいでかわいそうみたいな記事もあったりしましたけど、あれも言ってしまえばその玉川さんが言うところの演出なわけですね。どこでどう謝罪をすれば、反省してる感じが伝わりやすいかとか、こういうのは喋ってる内容よりも見た目の方が影響が大きいですんで、そういったその絵作りっていうのも含めての演出、これが例えばそのハワイのビーチとかでアロハシャツ着て謝罪してたら、同じセリフを同じように喋ったとしても反省してる感じがしないわけですね。それに加えて、あとはその今回の件で伝えたかったこととしては、一旦そのスタジオのコメンテーターを離れて裏方として取材をしていくっていうような意思表示の意味も含まれているわけです。ちょっとその意地悪な言い方をすれば、そういうポーズですね。玉川さんはテレビ側の人間ですから、当然それくらいの演出はやりますよ。これに関しては玉川さんがというよりは、その番組側の演出だと思いますが、やりますよね。これは本当にやります。一旦ほとぼりが冷めるまで、現場記者としてリポートするみたいな体で、出ておいて、視聴者の反応を見ながら徐々にスタジオに戻れたらいいなっていう感じなのかなと思います。あと、その謝罪の見てみて、そのやっぱりねっていうところでは、以前のね、その謹慎が決まった時には、その羽鳥さんとかから休み明けに問題になったその発言についての詳細を説明するっていったような、趣旨の話もあったんですけど、結局その具体的な発言内容に関しての説明は、一切ありませんでしたね。スルーでした。具体的に言いますと、まずその一応表面上、問題になった部分っていうのは、当然これ電通が入ってますからねっていう発言だと思うんですけど、実際はその電通は関わってなかったそうですけど、じゃあ、それにもかかわらずなぜそのような発言をしたのかとか、事実誤認っていうことなら、なんでそのように間違いをしたのかっていう、その突っ込んだ説明みたいなところが必要になってくると思うんですけど、そういうのはありませんでした。ただこれに関してはですね、個人的にはですね、自分も当然電通が入ってるって思い込んじゃってたんですけど、で、じゃあ自分はなんでそう思ったのかって考えてみますと、そもそも、ああいうあれぐらいの大きな規模感のイベントごとを、取り仕切るっていうのが電通の仕事の一つではありますし、あと何かのネット記事かなんかでその国葬に電通が入るっていう記事を目にしてたんで、何の疑いもなく当然入ってるのかと思ってたんですね。けどよくよく調べてみると、一応その電通側は否定はしていたようですね。国葬には入ってないと。で、その否定が本当か嘘か分かんないんですけど、なので多分玉川さんもそうやって、自分でネット記事で情報を調べてるみたいなんで、それ電通が否定したことまでは知らずに、なんとなくの自分の思い込みとネット記事で目にしたぐらいの情報で喋っちゃったのかなと。実際わからないんですけど、そんな感じなのかなっていうのと、あと、もう一つの問題発言としてはですね、僕は演出側の人間、テレビのディレクターをやってきましたから、そういうふうに作りますよ、政治的意図が匂わないようにっていう発言ですね。この、そういうふうに作りますよっていうのは、どういうことかって言いますと、多分意味は2つあるんじゃないかと思うんですけど、まずはその感動を呼んだ、弔辞に対して菅さん本人が書いたものではなくて、電通が入って感動的な文章を作ったっていう意味と、あとは、マスコミとかがこぞって感動の弔辞っていうことで、話題にして盛り上げるってること自体のことですね。そういった世の中の、全体的な話題作りも含めて電通が演出してるっていう意味もあったのかもしれません。実際流行ってないものをさも流行ってるように放送するみたいなことはテレビの世界ではもう常套手段です。それとか、あとはごく一部だけを取り上げて、それが全てかのように放送するとか、もちろん菅さんの弔辞はよくできてたと思いますんで、本当に感動を呼んだんだとは思いますが、テレビの制作をしてますと、やっぱり息をするように印象操作してますんで、ついそういうひねくれた見方をしちゃうと。玉川さんの発言が問題になった理由も、その電通が入って演出したって考える理由として、自分自身がテレビの演出をしてきて
た経験から導き出しているような言い方なわけですね。なのでそれを聞いた人としからしたら、まあ当然やっぱりテレビもそうなんかいと、政治的な印象操作やってたんかいと、まあ捉えられちゃうわけです。これに関してはまあ私もですね、まあこれまでそのこのチャンネルで話してきたようなことと近しいところがありますんで、個人的にはまあそうですよねとしか思わないんですけど、それはまあテレビで堂々と言っちゃったっていうのはまあ確かに問題ですよね。まあ有名なところでは椿事件の場合は、まあテレビ局の偉い人がテレビの政治的な印象操作の介入を宣言してたっていうことが表に出たことで問題になったわけですけど、それはまだその一応閉ざされたまあ会合かなんかの場での発言だったわけですけど、玉川さんの場合はそのテレビの生放送で言っちゃったっていうことで、まあその否定のしようがない確定証言みたいなもんですから、テレビ局としてはその説明責任が問われることも当然のところなんですけど、まあテレビは説明はできないんで、まあ、いつものようにですね、すでにない信用がさらになくなるっていうまあ話で終わりそうなのかなと。はい、ということでですね、まあテレ朝玉川さんの謝罪についてはまあそんな感じで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。